こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、アドバイスですね、3つしていこうかと思います。1つはですね、自己紹介の件なんですけども、 YIBC 安原ですというのもね、悪くはないんですよ。ただ YIBC 安原ですって聞いた人がね、何を連想するかなんですよね。なんか何連想しますかね。何でしょうかね。食べ物ですかね。旅行ですかね。ビジネスですかねっていうところなんですよ。速稼塾の久保ですって言ったらどうですかね。速稼塾、漢字で言うとね、なんとなくイメージできますよね。で、副業マイスターのとかね、言い方すると、あ、副業のことなんだとか、飲食店コンサルタントのっていうと、あ、もう分かりやすいんですよ。肩書きって、だから一瞬で何者なのかっていうことが分かるように作っていくってことが必要になってきます。まあ、そこではなるべく造語を避けて入り言葉を使った方がいいと思うんですよね。令和新選組の山本太郎ですってのはもうすでに浸透したと思います。これはなんで令和新選組ってつけたかというと、まず一つ、令和っていうのは言葉ですね。令和っていう言葉を使う人が増えるだろうっていうことで、令和新選組の令和ってつけたそうなんですよ。で、新選組の新選組っていうのは、まあ、新選組をみんな知ってるだろうってことで令和新選組ってつけたらしいんですよね。だからね、これ注目を引いて意味がなんとなくわかるっていうのを、まあ、枕言葉にしたキャッチコピーらしいんですけどもね、確かそんな感じだったと思うんですけども、まあ、ですね、非常に大事なのは、自己紹介をする時の肩書きって、その肩書きでその一瞬でですね、何者なのかってことがわかるということなんですよ。まあ、それをね、加味して一個考えてみてはいかがかなと思います。もちろん YIBC で悪くはないんですよ。ただ聞いた人がそれによって安原くんが何者なのかを連想できるかどうかっていうことを考えると、まだね、ちょっとショートレンジなのかなと思います。要するに安原くんをよく知ってる人じゃないとわからない4文字なのかなと思うわけなんですよ。これから多くの方に語りかけていくときに、知らない人とか全く縁のない人に自己紹介をするときに、一番最初のつかみとしてこれはどうかなと思ってるわけなんですよね。うん、で、2つ目なんですけども、アドバイスね、1人の人に、まあ、ここはね、一般公開動画なんで あえて1人の人にと言いますけども、1人の人にセールスをしたという例がありました。セールスをすると却下はされたんだけども、なんで却下されたのかってことを教えてくれるじゃないですか。だから一歩進むんですよ。だからね、ダメかもしれないけども、何かを掴むつもりで最善を尽くしていく、この積み重ねが大事なんですよ。そうすると高いボールにも手が届くようになりますね。ここで前回の動画の伏線が回収できたでしょ。トライしてぶつかってみる、ダメでもいいんですよ。なんでダメなのかってことが分かるんですよ。それを積み重ねていって、なんでダメだったのかって原因を潰していくことによって、ダメじゃない状態がだん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 できていくってことなんですよ。で、これが積み上げですよ。積み重ねですよ。こういうのをあらゆる方面でやっていかないとってことなんですよ。で、3つ目ですよね。ある方に、またね、もう一つコンサルの持ちかけをしたときに、価格がどうなのかな、じゃあ困るんですよ。セールスかけてるわけですから。だから価格は設定しろって言ったじゃないですか。これも前回の動画 の回収になりますけども、伏線回収になりますけども、低価格のもの、もしくは無料のもの、これが一つ。そして、ちょっとした価格のものね、数万円っていうもの、そして高額なもの。この3種類の松竹梅を常に用意しておかないといけないんですよ。ね。だから低価格とか、例えばね、1万、2万のもの。これは ABC ランクの A ですっていうふうに自分でつけとく。そして B ランクのものは、もうちょっとサービスをつけて、保証をつけて、まあ、4、5万にしときますよみたいなのをつけとく。そして30万とか50万みたいな高額なやつは、サポートの期間も長いし、自分がサポートするそのサービスもよりきめ細かいですよっていうふうに、3種類の商品をあらかじめ用意しておくってことなんですよ。商品用意しなくても、改めて、ね、ここでも言いますけども、とりあえずは価格設定は自分でしとくんですよ。3つの商品が常にあるぞと、内容は決まってないけども、まずは無料もしくは無料同然のものなんだ、これが一つ。 A ランクのものね。それが B ランクのもの、低価格の数万円のものなんだ、これが一つ。高額なもの、これがやっぱりバックエンドとして売り込むもの、アップセールとして売り込む自分の格の商品なんだ、全てを打ち込む商品なんだっていうものを3つ。内容決まってなくてもいいんで、この3つの価格帯っていうのがいつもあって、誰かと交渉するときに、まあ3つのパターンがあるんですけども、どれいかれますかっていうふうに言えないといけないんですよ。じゃあ4万5万ぐらいのそれでっていうふうになると思います。うん、で、高額のやつってのは、その4万5万を買った人が初めてどうしようかなって吟味するわけなんですよ。で、全く縁もゆかりもない方にセールするのは、無料とか低価格をね、数千円とか1万2万みたいなお試しプラン、こういうのを最初に手に取っていただくってことになります。これも前回の動画でお話ししましたよね。だから全てですね、全てこういうふうに、私は単発で動画を撮ってるように見えて、全部つながってるんですよ。ね、ですので、どこから
クエスチョンねいただいても報告いただいても前回お話したことから引用してこうやってお答えしていきますんでね、こういう風な動画の組み方ですか、動画のロジックの積み上げ方も私の動画をね長い間見てきた安原くんならもうすでにご存知だと思いますんで使っていっていただきたいと思います。全てね単発のように見えて単発でないんですよ。億万長者合宿もそうなんですけどね。それでは本日は以上です。頑張ってください。